Let's go, machen wir es selbst fertig. Knapp nur noch eine Leiste. Baby. Das ist böse, das ist so böse. Der geht direkt in den Angriff. Kommt, Zeit zu laden. Komm schon, nicht nahe kommen. Das ist perfekt. Ja, Hälfte noch. Ja, noch ein bisschen, dann haben wir es geschafft. Aber das ist noch nicht das Ende. Oh, noch lange nicht. Oh, genau rein teleportiert. Jetzt kriegt er erstmal die ganze Leiste wieder. Oh, ist das ein Pizza, ey. Guck mal, das geht um die Ecke. Mann, ist das bitter. Oh, wow, ey. Ja, das ist so unfair. Wow. Einzige Devise ist, so weit wie möglich weg von dem zu bleiben. Das hat mal kaum Schaden angerichtet. Irgendwie das Gefühl, die KI ist ziemlich dumm, wenn die so weit entfernt ist. Oh, auch wenn ich eine schlechtere Wertung kriege, ich bleib hinten. Das sollte es gewesen sein. Nice. Sehr, sehr geil. Ist mir egal, ob das B war. Wenn ich denn zu nahe kommen, wer ist das?生み出したのはドクター・ゲロの使っていたコンピューターだ。また、ドクター・ゲロか。その昔、ドクター・ゲロは戦闘の達人たちの細胞を集め、合成させた人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるために断念した。 しかし、コンピューターはその作業をそのまま続けていた。孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し、さらに、フリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクター・ゲロの作った、橋のように小さなスパイロボットでな。 すでに必要な細胞は集まり、研究は始まっている。完成するのは24年も未来のことだがな。バカな。ドクター・ゲロの研究所は破壊されたはずだ。コンピューターがあるのは、研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て、 卵から3年間かかったのが、一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なので。なるほど。では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。 私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それが人造人間17号と18号だ。何？ところが私が動き始めた私の未来には、どうやったのかは知らんが、17号たちはいなかった。 しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたのだ。
そこで私はトランクスを殺し、17号たちを求め、タイムマシンでこの時代にやってきた。というわけだ。なぜこの時代を選んだ？さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。私はスイッチを押しただけだ。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせるためにセットしていて。コンピューターはこうも言ったぞ。完全体になれば、想像を絶するような恐ろしい力も手中にできると。おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかんぞ。ピッコロ。トランクス、なぜあいつが。そうか、あいつタイムマシンでこの時代にも。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのか。そうか、こいつが例の抜け殻から出てきたのか。そうだ、詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるのが先だ。ふん、この場は退散するしかなさそうだな。だが、17号と18号は必ず手に入れてみせよる。太陽系！しまった。いない。逃げられた。この里、気配を消してやがる。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持ったやつのうち、1つはかき消えたが、もう1つは残っている。何者なんだ一体。ピッコロだと。話せ、今ここで何があったのか。天津飯もこっちに向かっているようだ。奴が着いたらまとめて話す。その前にこれだけは聞いておきたい。なぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ。神様と再び合体したんだそうです。それだけで。ふざけやがって。どいつもこいつも宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭にくるぜ。なあカカロット。来た、天津飯だ。わかった。すべてを話そう。なるほど。セルが完全体になるのを阻止するには、奴を何とか探して殺すか、17号、18号をやはり探して殺すか、そのどちらかだ。俺はまだそれほどでもないパワーのうちに、セルを倒すしかないと思うが。せこい作戦ばかり立てやがって。合体したいんならさせてやればいいだろう。俺は敵がどうなろうと構わん。ぶっ殺すだけだ。甘く見るなベジータ。俺たちの手に負えなかった17号たちをセルは遥かに超えるというのだぞ。この俺に偉そうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる。必ず超えてやるぞ。スーパーサイヤ人をさらに。スーパーサイヤ人をさらに超える。なあ、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄。いえ、破壊少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。テレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれない。